こんにちは。第73世竹野内俊介、竹内睦弘です。実はですね、2月9日、これから日本が変わっていくということで、今までの日本の変わり方ということで、ちょっと新しい概念として喋っておきたいのは、歴代総理で、この人の時に何が変わったかっていうのを語っていきたいんですよ。それを語ってできたんで、2月9日土曜日、池袋にある東京芸術劇場で、天皇、歴代総理についてちょっと興味深い総理、歴史が変わった時について語っていきたいと思います。それは現在の政局にも関わります。現在の政局にも関わるその元となった話もいっぱいあるんです。そういったことを語りたいと思うんで、2月9日、池袋東京芸術劇場で1900-1ですね、1900-2お待ちします。ぜひお会いしましょう。